さあきっとても素敵なものを拾って僕は喜んでいた。ふと気がついて横に目をやると誰かがいるのに気づいた。その人もさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと言うことがわかった。惜しいような気もしたけど僕はそれをあげることにした。その後にもまた僕はとても素敵なものを拾った。ふと気がついて横に目をやるとまた誰かがいるのに気づいた。その人もさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと言うことがわかった。惜しいような気もしたこと、またそれをあげることにした。初めてカバー入れさせてもらった槇原敬之さんの僕が一番